こんにちは、ボブです。今回はプレイスタイルあるのにないやつを見ていきましょう。はい、どういうことと思っている方がほとんどだと思います。ラインブレーカーを例に説明しますと、有効なポジションはセンターフォワードになっています。基本的には有効ポジションであるセンターフォワードは濃い適性ですが、中には薄い適性や適性なしの選手がいるかもしれません。薄い適性では厳密にはプレイスタイルが発動するはずですが、能力が大きく下がる仕様になっていますので、まあ薄適性で使う方は少ないはずです。はい、この動画ではプレイスタイル有効ポジションが薄い適性、もしくは適性なしの選手を紹介していきます。それでは行きましょう。Thank you.